なんだサッカーこんなサッカーなんだサッカーこんなサッカーなんだサッカーこんなサッカーなんだよ誰だよこの島田のロケコーナーは、うん、今日で最後と最後はい100回った待ってない35ぐらいいやいや普通映らないよ普通現場で見に来るのはね、俺はすごい素晴らしいなと思うけど、はいはい、あの映ること了承しないよ普通そうですねということで吉本社員の、はいお調子者稲葉でございます、はい、よろしくお願いします、はい、今日一緒にじゃあはい、ね、お願いします変な人そう石畳ジャイア園、はい、ここに行くんですかそうですじゃあもう僕呼びますよ呼んでいいんですかお願いしますどうせこっから出てくるんでしょ今日の相方こんにちはあ出てきたどうせここから出てきました私株式会社増商の森と申します本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごいなんかなんかわかんないですけど、うん、それ多分意識はされてると思うんですけど、はい、昭和のやり手営業マンみたいな感じがしますいやめちゃめちゃ嬉しいですそうでしょ、はい、絶対レトロを意識してるでしょちょっとそうですねあんましてなかったみたいですおいくつなんですか私27に27、はい、じゃあモーリーって呼びますね今日はそうですね、はい、ここがですね、はい、この本棚を私たちは月額2000円で貸し出していてですね月額2000円、はい、どういうこと本棚を本棚を貸し出してます、はいはいはい、まだそこまで全て埋まりきっていないんですけど、はい、で我々のこの施設の目的というのがですね、はい、地域の居場所を作り上げるということを目的にしていてですね、はいはい、でここに2000円払う方って、うん本好きの方もいれば、うん、他にもちょっと面白い趣味を持ったりとかちょっと面白い方が多いですねこういったことに興味関心を持つ方というのは、はい、それどういう人が基本多いですか書道を教えている方だったりとかほうほう、まあ、変わっているというか何か趣味特技を持っている方だったりとか、うんうん、なのでバイタリティがある方を集めて、はい、我々はこの地域に新陳代謝を起こしていきたいなとめちゃくちゃいい表現、はい、新陳代謝思っていまして森ですちょっと何だ新陳代謝の森です、はい、よろしくお願いしますお願いします本って面白くて、うん、相手の脳を見てるような、なるほど、はい、形になるので、うん、この人こんな考え方なんだってことを気づけて実は私の本棚があってですねあるんだ、はい、あちら側にあるので、はい、ここですねんあ、ここちらになりますへぇ、はい、なんかあでも中小企業の親父とかあるわ確かにあれなんですね親父が好きなんですねそうですねへぇ、はい、私吉田拓郎とかも大好きなので、だからやっぱほら昭和レトロ意識してんだってやっぱりいやいやもう生まれつきですね生まれつきどういうことこれ何ですかここキッズスペースですあキッズスペースかはいなるほどちょっとね温泉健康ランドみたいなまあ岩刈り、まあ、そうだねサウナがあるっていうのを知ってるからそうやって言うよねまあまあまあそうだけどねうるさいおい完全な悪口だぞうるさいんだじゃねえよなので次回次はですね、はい、サウナの方にですねわっ僕サウナ大好きだあ本当ですか、はい、すげえワクワクするぜここすごっバレルサウナあるやばうわうわ水風呂もあるしうわ五右衛門風呂みたいなそうです水深1メートルあります、ね、ちょっとそうですよねちょっと深めですよねこれ、はい、自分でね使っていくのってちょっと怖いんですよ寒いから冷たいからでも自然とそうなってくれた方がねそういうことです絶対ですよね、はい、で意外と顔までつけたりできないぐらいちょっと浅めなところが多かったりするんで気持ちよさがちょっと半減するんですよねそういうことですじゃあちょっと入りますはい稲葉は入るのか今日はやめときますあ、そうね今日待って どこで抑えてん入りたいんですけどその無駄毛処理忘れてきたみたいな感じになっちゃうからやめてじゃあ行ってきます あそこ着替えるところはい、はい、めちゃ綺麗よそうです見てってほらめちゃ綺麗本当だこりゃ着替えたくなるよあんま聞かないけど着替えたくなる着替えたくなるところだよこれじゃあちょっと行くよ、ごゆっくりね、はい、いらっしゃい
多分照明ついてないです、ね、あ、照明ついてない真っ暗になっちゃうからこれでいいのかな。それ大丈夫です、はいはいはい、じゃあ、いらっしゃい、行きますよ、はい、ね、はい、本当行きますからね、行ってますよ、うるさいな、もうそろそろ行きますよ、お願いします、大丈夫ですか、はい、もう行きますからね、はい、いってらっしゃい、ね、はい、行きますよ、行きますよ、ね、大丈夫、やるやるやる、何、いやもう今こっち二人でもう一回来るねって話をしたんで、いやすなせずに待て、三回は来るね、せずに待て、三回来ます、ね、三回は絶対来るってお約束なんだから、うん、ね, ね、そう、待て、それはどういう顔で見せるんですか、テレビっぽいなと思いましたテレビっぽい、テレビっぽいなと思いました、ちょマジで行ってきますわ、ええ、本当に行ってください、ね、ハハ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 これね、ほんと最近僕走ってるんでだいぶ痩せてきて、はい、体が引き締まってきて、水着が一緒だとしたら遅くない、いやいやいや、だとしたら遅くない、後から水着一応500円で、はいはいはい、水着500円、はい、このロケでサウナ入るのは温泉も入ったことえ、ちょっと待って、ちょっと何、どうしたいや、笑ったんならそれを説明しなさい視聴者に届けてあげてこの顔をちょっと発表してよかったこの顔ですか僕もね、どっちかって体よりこれなんですよどうでいいじゃないですか、いやいや、似合ってますめちゃくちゃ似合ってる、めちゃめちゃ似合ってる、でもこれサウナハット子供みたい、いや、あんたら笑ってるけどサウナハットってマジ大事だから、そう、あの耳やけどしちゃうからね、そういうことです、はい、中何度ぐらい、中90度ぐらいですね、はい、森さんのギャグ、はい、そういうことですね、はい、いや、そういうことですよ言ったのに何してるいや、あのちょっと待って、あのマジ今日仕事だよみんなごめんなさい、落ち着いてめっちゃブレブレで本当にね、森さん、あ、そういうことです、おー、いいよよかった90度って、まあ、そんな高めじゃないんですけど、でもこのプライベート空間 の, あの広さなんで90度で十分汗かけるっていうね、おお、これ水、水、油、やべちょっと待って、俺にはフューチャーしてほしいのよ、そうですね、で、まあ、白井さんはコメントで面白いの出したのは分かるけどその後笑った稲葉にカメラ振っちゃうと俺もずっと映ってんだよ、ね、いい加減にして本当に、はい、これ普通のロウリュじゃないんですよね、そうです、お水がこれ何でしたっけ、金谷のほうじ茶ロウリュです、ほうじ茶ロウリュということはこれを入れると多分香ばしいほうじ茶の香りが出てくるという、ここにね、お茶の気持ちになれるっていうのが一応売りなんですけど、はいはい、そうなんだ、はい、お茶の気持ちになれる、ぜひお茶の気持ちになってください、変な気持ち、じゃあいきますよ、はい、ほうじ茶、あー、いい、おー、湿度が上がってきたでしょ、うん、すごいすごいすごい、ないない、で熱風来るでしょ、だから熱波師はこうやってこれを熱を送るのよ、危ないです、いいわ、いいね、これいいわ、よし、じゃああとは私が汗かいて整いに向かえばいいんですね、そうです、はい、入るときは基本的にこうやって入るんじゃなくてですね、はい、なるべくあぐらもしくは体育座りで、ほうほうほう、それなんでですか、あの熱というのは上に上がってくるんです、はいはいはい、なので足をぶら下げておくと温度差が頭と足ではなるほど出ちゃうので、はい、なるべく均一にするために、なるほど、はい、なるほどね、どうめちゃくちゃいい、おめちゃくちゃいいわ、めっちゃ汗かいてるじゃないですか、あの、ね、自分でロウリュ炊けるのがマジでいい、自分のペースで炊けるのが、で、あのここがマジ大事なんで、ちょっとあのプライベートサウナなんで、あの水風呂もあの浴びずにね、そのまま直行できるっていうのがこれ良さだから、ね、冷たい、でも最強、最強です、最強、あのなんか心なしか、うん、目がひどい、張りが出たねじゃないのよ
張りが出ましたなって目がちっちゃくなって張りが出ましたなってサウナで新陳代謝良くなって張りが出まして一重になりましたなじゃないのそんな目ちっちゃかったちっちゃいよあの気持ちよくさせて俺今気持ちよくなってるからねこれあ冷たいサウナっていうかバレールサウナのあの空間がそんな広くないんで、はいはいはい、あの2人とかで入るからねだからあのロウリュの熱風も全部もろ受けできるんですよいや本当におっしゃる通りで、はい、半円になってるじゃないですか天井が、はい、なのでロウリュが自分のところに帰ってくるんですよねそう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 、はい、ちょっともう俺目開かなくなってきてるんでやっぱりちょっとあの稲葉さんがちょっと喋ってもらっていいですか稲葉さんがやっぱあのロウリュがすごいいい匂いだったですね、うん、あのほうじ茶のだってあの木の匂いがすごいいい匂いで、うん、ヒノキのねほうじ茶の匂いと木の匂いで水風呂もすごいあの深さがあってあのすごい高級感が あって味わいましたあれ下手だなすぐ近くに大井川ってあるじゃないですかあの上流のヒノキを使っていてですね、で大井川ヒノキなんですよその外気温夏にかけてめちゃくちゃ多分予約人数増えるでしょいやまさにそうなんですよ、うん、なんで本当にこれ今はまだちょっと空きがあるんですよ平日だと、うんはい、だけどもう夏になると正直予約取れないですいや絶対そうでしょ、そうなんだ、はい、男性カップルで来る方すごい多くてでしょうね、はいうん、で夕焼けも綺麗ですし富士山も見えるんで、はいはいでさらに言えば五感をこう共有できるじゃないですか、はい、同じ大会になれるんで、はいはいはい、そうするとより思い出に刻まれて帰る方が多いですへえていうか言葉選びがずっと素敵なんだよないやいやいやねえすごいわ どういう人と来たいですかっていうふりどうしようでも私は確かにどういう人かなって考えた時にやっぱ一人で来たいなってなんでなんだよサウナ好きすぎるだろちょっと騒がしくなっちゃいますけどいいですかすいませんどこにしますか相席でここ相席するいいですか本当にえ仕込みじゃないよね覚えてないですかあれちょっと待ってよやめてよ覚えてますよねよいしょ本当にお久しぶりですさあということで、ここがカフェになるということそういうことですめちゃくちゃいいですねこの感じこの全部座敷っていうのがまずいいしちゃぶ台で食べるっていうのいいですね、うん、そうですね、はい、で覚えてますか覚えてますよもちろん本当ですかちょっとさっきから目が合わないですけどオーナーがこの大井川のロケの最終回ということで今までお世話になったのでちょっと一斉にメールを送らせていただいて、はいはい、唯一来ていただいたのは武藤さんちょっと待って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 いやいいオチですね35箇所回ったと、はい、ねで35人以上の方と接してるわけですよで残ったのが1人え来た人1人サコリッチの人望よちょっと森さんいや素晴らしいオチだと思います解説者みたいな言い方してマジかでもありがとうございますありがとうございます本当に一番おすすめなサ飯がですね、はい、あの川根本町の鹿肉を使ったジビエ丼ですねあジビエ料理があるんだここ、はいここですね、それこそ羽釜でご飯を炊いていてですねはい白ご飯をねそうですでそのジビエ丼のご飯もその釜で炊いてるやつですよねそういうことですいやでもそれは一番最初にお勧めされてね食べたことないんだったらじゃあジビエ丼いきますかそうですね、食べたいですねジビエ丼でじゃあお願いしますわかりました、はい、ということでジビエ丼来ましたこれが川根本町の鹿肉ですね鹿肉、はい、鹿肉ってこんなにあの、まあ、変な言い方ですけど
本当普通のお肉なんですね。いやそうですね、うん、本当にですね食べていただければ分かるんですけど、うん、これ川根本町のすごい名人が取ったんですね。名人、はい、鹿の名人、鹿の、まあ、漁師なんですけど、はいはいはい、血抜きも完璧で、へ、本当に硬くない鹿肉なんです。あ、そうなんだ、はい、柔らかいね、臭みのない鹿肉を。うまっ、めちゃめちゃうまいです。柔らか、あ、すごいっすわこれ、本当にジューシーなお肉ですね。そうです、うん、めっちゃ美味しい。いいなこれ、これサウナ上がり食べたいわ毎回。スプーンの方が実は食べやすいので、うん、先に言ってほしかったね。俺だろうなって思いながら今ね我慢して食べてた。あ、さすがです、うん、ね、はい、あ、すごい抹茶雪、いっちゃってくださいよ。いいですか、はい、うん、滑らかで、はい、抹茶の風味がすごくします、うん、あ、うん、でもしっとりしてるんですねやっぱりね。濃厚、濃厚、うん、そうですね、パウダーかけたことによって、うん、より抹茶の味がうんうん、うん、します。さあ、ということで、はい、今日ね、一日いろいろ体験させていただきまして、まあ、まず、まあ、まず何よりもサウナマジ安い、あのクオリティでこれ体験できるというのは本当安すぎる、はいはい、まあ、先ほど入っていただいたサウナだったりとか、うん、まあ、図書館だったりとかカフェだったりとかと、まあ、いろいろなコンテンツが揃っている施設なので、一回来ていただければ、まあ、皆さんの虜になるかなと思っていますので、うん、ぜひ来ていただけることを願っていますと言います、はいはい、武藤さんが、はい、ちょっとささやかではございますが、何、はい、門出老川のオリジナルのお茶なんですけど、うん、お茶入れ体験していただいたと思うんですけれども、はい、その時に入れていただいた、うん、タというお茶です。サコリッチに合うお茶ね。そうです、ありがとうございます。こちらは、無糖酢セレクションということで、はい、この季節にぴったりなイという朝虫の火入れもちょっと弱めなタと対極にあるお茶なんですけど、こちらのハッシュタグちょっと見ていただきたいんですが、はいはい、春ですとか、見えますかね、新しいことにチャレンジとか、うん、お花見とか晴れの日のお茶っていうことで、うんうん、この季節にぴったりなお茶になっているので、うん、ぜひこちらも飲み比べていただきたい、これ嬉しい、ありがとうございます。わざわざ来ていただいてプレゼントまで、ねえ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。いえ、じゃあもうこれでまあ終わりということなんですが、そうですね、ね、でそういただいた方はもうね、武藤さんだけでしたけど、楽しい思い出がいっぱいね。なんでそんなこと言うの？なんでそんなこと言うの？いや、本当に。なんで切なさだけ残してくるの？楽しい思い出でいっぱいでした。いや、あんたよ、今日初めてだ。あんた今日初めてだ。いや、いい番組でしたね。いい番組でしたよね。分けすぎよ。頭分けすぎ。本当に。もう終わろう、終わろう、じゃあ最後一言じゃあ。楽しかったです。ありがとうございました。